はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ダークソウル続きをやっていきたいと思います。闇村のいっちゃん下のかがり火までちょっとね無理やり来て、セーブをしたところになりまして、まあただこっからねボスへ行くのはそう長くないと思うんですけど、ちょっと探索とかもねしていきたいんで、多分今回は探索会になるかな。で一回地上に戻りたいっていうのもあるからね。こっち何かある？宝箱あるね。この先宝箱あり、見りゃわかるよ。お、竜の鱗。竜の鱗はね、ドラゴン系の武器を鍛えられるんですけど、まあ、飛竜の剣はね、さすがに鍛えないっす。あれ？これ帰れねえんだけど、その代わり。どっから帰んのこれ。え？マジで帰れねえんですけど。あ、これか。飛竜の剣はね、本当に能力補正が全くないんで、序盤はね、強いんですけど、もう中盤以降はね、使い物にならなくなっちゃうんで。おお、毒がどん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 溜まってくよね。あっちにアイテムがある。よいしょっと。本当に飛竜の剣は初心者御用達。アイテム系だけちょっと見えるところから回収していく。いや、先にな、なんかな、地上へのショートカットも出したいんだよな。どっから来たっけ、邪魔これ本当に。こっから上に登っていけるはず。で、これは下に降りていっちゃうんで、で、こっから上か。よいしょと。飛竜のね、谷に通じてるはずなんで。どこだ？うおお！悲しすぎる。毒。さっきでも落ちたところに何かアイテムあったかな、見に行ってみる。特にアイテムなんてなかったね。一応回収しておこう。あ、4000あったんだ。そうだそうだ、結構あったんだ。今度は落ち着いて。お、全然落ち着いてねえや。こっちの方は何にもなし。こいつなんなんマジで。あ、強くはないけどね。ちょっと飛んでるから厄介だよね。で、これは下に降りていけますよっていうあれだと思うんで、上に行きましょう。どっちだ？またこれか。よし、ハエも巻き込んで。アイテムとかは回収していきたいからね。いや、待って、いって、ちょっと猛毒を食らう。ここで猛毒を食らうのは痛い。おとなしく上に行こう。これは完全にね、まだ来てないルートなんだ。え？鍛冶屋の音かと思ったら全然違う。多分吹き矢の音だな。ほら、いや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 、待て、本当にあの毒はたまりがね早すぎるんだよね。とにかくポポポポポって溜まっていくからね。きちんとガードをして
歩いてればまあそれほどでもないけど、ちょっと待ってちょっと待って、ささっとささっと、あもう無理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 、まずは逆側のあいつを倒そう。うわこの中でやられた探索もろくにできないのか。回収完了、よしよしよし、そしてこいつも倒す、もどく、しょうがない。ここも食らうんか。ちょっと待って、回復しないと本当に死んでしまう。一回一回撤退しよう。ハエがいるハエがいる、エストを飲みたい。こいつはまず排除しよう。よし、エストビンがもう全然ねえな。猛毒は減りが半端ないからな。やっぱ苔玉使うか、それなりに手に入ってるからね。普通の毒の方はまあ気にせずとも大丈夫。あれ普通の毒も一緒に治るのか。で逆にいるやつだよね、逆側。あっち行けんの、これ。こっからさ、ジャンピングしてさ、あっちに行けんのかな。一体あ、そうか、あれを回収しておこう。ソウルで、こっから飛び降りてさ、こいつらを倒す。どうよ、あいて、まさ生きてたのお前。倒した？回復しよう。ここは安全だね、ひとまず。あれ？あ、こっからよし、魂をゲットしたんでまたソウルが鍛えられるね。でお前が多少一体ゴリ押してでもちょっと無理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 。よし、なんとただもうエストミンが1個しかない。やつを逃がしてしまったからな。月ができないっていうのが痛いな。ここあれだな、横投げで、いやーやられた、もうソウル。できれば回収したい。あっちに俺の遺体が。一匹倒せばよし、だいぶ楽になるはず。あれ向こうにいんのかあいつ。それはそれですげえ厄介だな。ここ下降りてもね、ここからは毒は来ないね。これで地道に倒そう。登ってくんのだってこいつら、普通に登っては来れないでしょう。無理だな、ちょっと狭すぎる。ここからはちょっと弓矢届きそうだかんね、吹き矢。落下攻撃で一体始末したいよな。どうする、超邪魔だよ吹き矢。かといって弓でも倒せるだけの火力がない。ほんとさ、なんなプイ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 、本当にこっち側ってマジでいけねえんだな。ってやばいやばいやばい、結構食らってるな。気づかないうちに当たってるからね。やはり一回下へ降りて、あの小さいドラゴンを排除するしかない。できればこれで倒したい。よし、オッケー。あっつい、
回復、まず回復、流入戦。で、やはりこいつを始末することを最優先に一生一回始末してしまえばなんとかなる。まあ死んだけど、こうやってね、ちょっとずつちょっとずつ先へ進んでいく。コドラゴンはね、復活しちゃうからね、厄介なんだよね。あれはマジで回収したいな。ってかさ、本当にこの吹き矢がマジ邪魔。弓対吹き矢だったら確実に負けるかんな。ターゲットロッカーできる？一応できるか。引いておいて、あーダメだ、引きながらは移動できないんだ。もう一発ひるむね、あいつ。よし倒した。意外に弓役だったわ。でこっから狙えるやつ狙っていこう。俺のところに来ようとしているが、お前らでは登れまい。そこでのたれ死ね。でどうせこっちに来るんでしょ。無駄な、あれ、よし倒した。もう一体いたよね。まあもう一体くらいだったら排除できるかという油断が一番危ないんだけどね。ん？どこだ？こいつか。まあ強攻撃で、強攻撃一発で倒せないっていうところが痛いな。ただ吹き矢はだいぶ排除したから、死んでもね、回収さえできればどうということはない。いつの間にか溜まってんな。前回分と今回分ずつ溜まっていくからね。あっちのドラゴンはちょっと手を出さないのが良さそうだな。弓で一回おびき寄せよう。何？ターゲッティングにはなってるけど弓が当たらない。てかさ、ハエが飛んできてんだけど。おら、ハエもさ、なんか撃ち落とせるよね。よし、弓全然強化してないけど、それなりだね。やっぱり弓は強化しておくべきだな。余裕があれば。ジャンピン攻撃、きけー。相打ちだ。で、こっから先がわからない。誰かさんが死んだな、ここで。これに、え？びっくりした。アップになると、ビビる。これ乗れないでしょこれ。え、乗れんの？こっから多分乗ろうとして死んだんじゃん。こっちには行けない。まああっちは一回行ったところだからね。血痕の数が半端ねえな。やっぱりみんなここで死んでんだな。まあ俺もそうだけど、これ自分の血痕は出ないよね多分。誰かのプレイヤーの血痕しか出ないと思うんで。こっちはひもりめの魂をゲットしに来ただけかな。ここもアイテムで、なんかあっち側に降りてんね。ちょっと降りてみるよ俺も。ほっ、よしよしよし。で、てか飛竜の谷へ抜けたいんですけど、俺的には。どっから行くんだっけな。そもそもこっちじゃないっていう可能性があるけど、風車はねあったと思うんだよね。ここら辺でみんな怒ってんな多分。雲発見。雲なのかどうか分かんないけど、こいつが少なくともここのアイテムは取ってないから。おお、これは魔法系だね。宝箱
回復しよう。これだけ、まあとりあえず装備が取れたからまあよしとして、よしとして、でこれはここだ。うん、下にはまず行けないからな。これも隠し道が有効。あれ普通に戻ってきたってことはないよね。もうここはさ、もうぐちゃぐちゃすぎてわかんねえんだよな。俺的にはこう飛竜の谷に出たかったんだけど、どうやって行けばいいんだ。ここは関係ない、登っていこう。ハエが行って、登ってる時は卑怯だよ。よいしょよいしょよいしょと3発。いや、しまった。なんかわかんねえ、なんかわかんねえとこに出てきた。え、ちょっと待って、これ積んだんじゃね、ここ。え、ここガチで積んだんじゃん。これだってもう下に降りるしかないっしょ。ちょっと回復して。え、これ積んだわ。何ここ、この地域。え、すげえ変なとこに出てきた。一応生きてる。ちょっと待って、これ生きようがないんですけど。どこどこどこ、これさ、バグじゃね。いた、もう死んだ。いや、このソウル絶対回収できないよ。わけわかんないとこで死んだもん。宝箱の予感。あれ、こっちは来てないか。お、ショーロンド遺跡の鍵。ま、万能鍵をね最初選んだんで、これは必要ないんですけど、一応こっちからじゃあ飛竜の谷に抜けられるか。つまりデブが3匹くらいいた気がする。デブ処理をしよう。こいつはもう戦い慣れているとはいえ油断はできない。お、吠えてるね。吠えてるけどちょっと無理だな。後ろを取りたいんだよね、俺的には。無理か。スタミナを回復させて合流そう。よし、ソウルロストはしょうがないよな。あれ取りに行けないもん、絶対。どこにあるか全然わかんねえし。1体ずつ、1体ずつおびき寄せよう。OK、なんか2体来るっぽいな。なんか2体来るっぽいね。2体来たら無理だよ。2体来たら無理だね。その場合はもう攻撃を誘発していってローリングで逃げる。あとはダッシュ。あのデブだったらもうなんとか逃げ切れるでしょう。で、ここら辺になんか宝みたいなのはないと思うんで、よし、飛竜の谷に出て、アストラの直剣を最初に取りに来たところですね。ここ戻ってきた、ようやく戻ってきたよ。で、ここをショーロンド遺跡の鍵を開けて、まあ、ショートカットが開通しますと。おお、ショーロンド遺跡。じゃあ一回棺の祭事場に、いや待て、帰還のコッペンで下まで戻りたいからな。ここはちょっと我慢しよう。で、俺がちょっとね探索したかったところがあって、最下層のところですね。あそこをね、なんかもう下水まで一気に降りちゃったんで、もうちょっとね
なんていうの、その料理人がいたところ、あそこを探索したいんですよね。というわけで、次の祭事場を抜けて、あ、あと一回、なんだっけ、一番最初の不審員だっけ、死んでるし、これ死んでるんだよね、そういえば。遺体はさる、黒い瞳のオーブ、死んでいる、OK。何が OK だよ、死んでいる。ゲー、悲しい。確かここに座ってた、あの、金色の、ちょっと悪度そうなキャラがいたじゃないですか。あいつに殺されたような気がする。一回話そう。おじけづいたのか。ここに座ってればいい。ははは。こいつもやる気ナッシング君ですね。ちょっと灯せないんだよね。まあ、灯しちゃうとちょっとブックマーク。灯すだけだったらブックマークされないんだっけ。まあいいや。そうで、こっちにね行きたいのよ。こっちを探索したいんですよね。まずはまた弓でこいつを攻撃するか。でこっから狙ってくんの。なんか前もそんなあったな。あれ、また生きてんのかよこの野郎。しぶといやつめ。あれ、ネズミじゃなくて犬が襲ってきてたのか。いよいしょ、オッケー。ちょっと帰れないんで、帰れないっていうか、なんだっけ、棺のところで回復ができないんで、何こいつ、めんどくせえやつだな。回復は慎重にやっていこう。どっから降りてきたんだ俺。似たような感じになってて分からん。でここに扉があるわけじゃない、これ窓型になる。どこだ。え、なんもない。まさかまさかのなんもない。こっから降りてきたから、こっち側が、あ、いけるね。よしよしよし。どっちから、うん、け、こいつあいつじゃん。後ろ取れなかったか。後ろ取れない。後ろ取れる。これご了承。よし、 OK。 ズタ袋。こいつのあれだな。ちょっと怖いね、ズタ袋。でも軽そうだよね。なんか呪われてそうだけど、まあ、そもそも俺が呪われてるからな。ローリングが有効。あ、あんた、こっちだ、こっちだよ。助けてくれ、これ攻撃でやるとさ、あれなんだよね、攻撃しちゃうから。確かにローリングが有効だな。話しかける。ありがとう。おかげであいつに食われずに済んだ。死ねずに料理されるなんて考えだけでゾッとする。ラレンティウス、この借りはきっと返して。こいつ魔術師系だね。あ、右手に火がある。これ呪術か。俺ならもう大丈夫だ。最悪殺さなければ免罪してもらえばいいんだけどね。金がかかるんだよね。ただでさえもうソウルを失ってんのに1万ソウル。あれちょっと痛かったよな。他はナッシングか。まあいいか、こいつを助けられただけでもよしとしよう。
でこっちにも進めるからね。多分あの結婚はあいつにやられたんだな。ここにも結婚があるね。開いて、でこれどこ、やっぱりな。こうやってガチャガチャやってもさ無理なのかな。あれ、これあそこか。ちょっと待って、一旦もうエスト使っちゃおう。逆側から開けられないんだね。こっち来たよね。来た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 よ。火炎壺使おう。めんどくさい。そうか、ここか。でこうやって進んでくるんだね。なるほどなるほど。だからやっぱりあそこ開けてないと戻れないんだよ。げ、上いっぱいいるな。そういえば前方からも一旦落とそう。14か。大きな矢だからね。めんどくさいからさ、これ全部撃ち落としてさ、火炎壺で処理するのが一番早いかな。こっちじゃなくてターゲッティングを変えたいね。いいか、精密射撃でいこう。あれ、当たんね。よし、当たらんわ。で落として火炎壺で倒す。ほら、100にしかならないかな。まあいいか、これ当たんねえんだよ。そういう強攻撃しないと。まだ生きてる。あと上のやつ先にこいつを倒そう。弓に圧で倒せるでしょ。あれ違う。ここに来るわけか。なるほどなるほど。あれ、でっかいネズミがいたところってどっちから行くんだ。これあそこのやつを取りたいんだよな。でっかいネズミがいた反対側にさ、アイテムがあったじゃないですか。あれを取りたいんですよね。あの逆側ってどうやって行くんだろう。わからないな。わからないけど、もうここまで来るとあと落ちるしかないよね。こっちに出るから、そうだね、完全に進むルートだな。機関のコッペンはそれなりに数があったと思うんで。一回使っちゃいますか。よし、闇村の最下層のところに戻ってきましたと。でもうちょっとこの沼地を探索しよう。あと左側に行ってみるか。敵はなんかシカトしたいんだよね本当は。沼地の足がダメ、無理だ。仕方するとこれ死ぬわ普通に。
っと待って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 、しまった、カエンツボになってた。ガブ飲みガブ飲み、もう厄介すぎる、ほんと厄介すぎる。ここは回復しよう。毒はもう気にしてたらいつまでたっても進まないんで、ローリングで行こう。だったら軽いローリングの方がいいかな。ソウルでヒルか。ヒルはね、なんかいいやつを落とした気がするんだけど、あとこっから先ね、また別の地域にもね繋がってるからね、そこで少しアイテムを回収しつつっていうのもありだけど、これを取ろう。毒の霧、おお、ボロ布、これ誰のあれだ、セットだ、多分誰かセットだとは思うんだけど。おった、沼地はねめちゃくちゃ戦いづらい、てか動きが鈍る。なんかサインみたいなのが出てんだよね、たまにさ、この墓王の眷属みたいなかどうかは知らないけど、なんかサインが出てるんだよね。生身じゃなくても見れるサイン、多分悪い系のサインだと思う。で、あっちの方がボス、あとこうパッと見てアイテムがありそうなところ、あのかがり火、かがり火っていうか火があるところは戻るところだもんね、飛竜の谷経由で。棺の祭事場、あ、そうか、棺の祭事場でも、ひもり受け、こいついるんかいー、なんやねん待て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 、またお邪魔虫がいるよ。ちょっと追っかけてくんの、追っかけてくるんですか。待って、はまったはまったはまった、ローリングで逃げる。う、何匹いんの、どこまで追っかけてくんだよこいつら。一回エスコで確実に回復しよう。こいつ邪魔だな、まだ来るか、どこまで来るんだよ。どこまで、マジどっから岩持ってきてんの。帰ってった、いた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 、あぶね。しかし一体ずつだったらなんとか、なんとかケツ取れないのこれ。毒になったけど、そんなん気にしてられっか。よし、一体排除。お、なんか落としたけど、これ多分クソ団子だよね恒例の、お、あのオーガみたいなやつはクソ団子しか落とさないから。でもう一体いたよね、多分もう一体巻いたんだな、巻いたからまた同じところに配置されてるかな。暗くてさ、いた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 、先がね見えないのよ。よし、これで後ろ取ったって、ほら飲んどこう、今のうちに飲む。でダメか、後ろを取れるあれがな、分かんねえんだよな、よく。ご了承、よーし、最初に後ろ取れたのがいいねクソダンクばっかり溜まっていくな。ただこのアイテムをゲットできる、グレートクラブ、叩き潰す系か。ちょっと見てみよう、もう大丈夫でしょ、ここは多分安全だと思う。グレートクラブ、攻撃力は高いけど筋力使うよね、やっぱり28か。
どうなんだろうな、もうまんべんなく上げていけらんないかんね。筋力30くらい欲しいけど今全然足りないよ。どっかで一回ソウルマラソンする？向こうにもアイテムがあるね。大体でも取り尽くしたか。あの岩がいっぱいいるじゃないですか、あっちに。あっちがね、あのボスなんですよね。闇村の一番下は結構覚えてるめちゃくちゃ苦労したから。まあとはちょっとアイテムがどこにどう落ちてたかまではさすがに覚えてないんで。あとね、そうそうそう、闇霊がいたはず。なんかすげえ変なやつ、また変態系のキャラっすね確か。これあれだな、火のところに近いね。エスト飲んじゃおう。はーい。でここで火だもんね。ただ敵は排除してあるから探索はこのまま行った方がやりやすそうなんだよな。これ多分こっから降りてきたところだね、闇村。もう一回復できるから通う。なるべく毒地帯は通らない。なんか木の上とか行けなかったっけ。あっちにアイテムがある、あれを取りに行こう。ここら辺は昼地帯、ちょっと精密射撃で狙う。近づき方がやだな。よし、近づく前に排除する。少し左目に打っていくと、ゲッ、1匹いたの。気持ち悪いな動き方が。ショート棒じゃなくてさ、なんかロング棒的なのないのかな。大きな矢を使いすぎたんで普通の矢でいこう。ちょっと待って、これだったらもう普通の剣で十分だな。よし、何も落とさないね。ここで昼、これさ毒の蓄積値が半端じゃないんだけど、毒やばい。回復がないからな、一回回復使っちゃおう。これもエストビンないから死ぬね。6300か。あれ、どっかのアイテムなかった？なんか見えなかった？こっち側？せめて回収したいな。いやー、どうだ？いや、ヒルがいっぱいいるね。ちょっと回収だけしよう。回収だけして最悪もう死ぬしかない。アイテム回収。おお、大欠片。あっちにもある。あれも回収したい。とにかく回収死を恐れず。おお、なんだこれ、生贄とみて。すげえいっぱいヒルがいんな。きたーい。これ毒で死ぬね。ただおお、一番奥まで来てしまった6400か。なんとか回収したいな。エストフィンがあれば回収できそうだし。ここから上に行けるよね。もうすでに死にそうだけど、ヒルが追っかけてきてる。一体ずつ確実に排除していこう。これ弓の方が良さそうな気もするけど。ここら辺までしか来ないか。
やばいやばいやばい、マジで死ぬ。これ弓の方が良さそうだね。去っていくところを狙う。もう一発かかるか。でこれもこっから行こう、弓で。よし、ほら当たらん。撃ち落とす。でできればこいつも弓で倒したい気がするけど、まあいいか。お、なんか落としてるっぽい。いいね、緑色の大欠片。いや他にも普通に落とした気がする。弓で狙っていこう。当たらん。いいか。いやでもここは、あそこは突破しないと無理だ、無理だね。やはりめんどくさいけど、ちょっと一体ずつ処理していきます。よし、大欠片、緑色の大欠片がデフォルトなのかな。まあ、レアアイテムとかもあると思うんだけどね。よし、回収完了。7900。こいつのマラソンは結構いいと思います。で一発で倒せる火力が欲しいよね。とはいえ強攻撃だと一発なのか。強攻撃だと一応一発か。だいたい取り尽くしたかな。だいたい取り尽くしたね。じゃあ戻ろっか。よーし、まあざっとこんなもんかな。人間性がなぜか1増えてるけど。じゃあ亡者から復活して、まあせっかくあるんでね。うおお、すげえサイン。レベルアップ、筋力、筋力30。持久力も大事だけどね。筋力を優先的に上げていくか。すげえ、何このサイン。みんなやっぱここで苦労してるんだな。これもうみんな人のサインですね。でなんか侵入されるはずなんで、そいつを倒したい。せめて。あ、来た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 。どこだ、あそこか。ちょっと戦いやすいところで戦いたいな。こいつら邪魔だな、処理しとこう。マジ邪魔。さあどうする。もうマジで変態だよね。何かわしてくる。氷押す。よし、大して強くなかったね。よし、8700ソウルか。結構でかい。人間性もゲット。あれ、あとは、あ、ここでさらに人間性。肉立ち包丁。肉立ち包丁って多分あのズタ袋みたいなやつが持ってたやつだよね。性能だけ見たい。武器、生贄刀っていうのこれ。筋肉24か、めちゃ必要だな。攻撃するたびヒットポイントを回復する。ほう、居合刀は致命でしょ。
ストックバトラックス肉立ち包丁。最下層に住む不死の人食いの女の使う巨大な肉立ち包丁。あいつ女だったんだ。武器というより獲物を狩り解体する道具。24無理だね。筋力足りねえな。本当に筋力足りない。やっぱり脳筋系でいった方がいいのか。あとはズタ袋みたいなの見てみよう。ズタ袋みたいなの、ズタブ、あ、封印者って何？小ロンド、ダークレイスを封印した封印の魔術師。あ、小ロンドにいるやつのあれかな。薄汚れたフード、血塗られたスカート。これそうだよね、棺の祭事場のひもりめの人だよね。べっとり血に汚れ、今は見る影もない。ズタ袋、最下層に住む不死の人食いの女がかぶっていた。あれあれって全員女なの？目出し用の穴が無造作に2つ開けられて、え、毒？毒で死んだわ。悲しき末路だ。でももう一瞬で取れるよね。すぐそこにあるし。回収しまーす。一応人間性があるからね、この人間性も使っちゃう。クラーグか、倒せるかな。いや倒せなさそうだな。いいや、ちょっとまだ時間があるから復活して。おお、カタリナのジークマイヤーがいる。まだ普通に行きましょう。呼べるんで。よし、じゃあちょっとクラーグのとこまで行きましょう。ボスですね、ボス。でね、あのオーガ軍団はなんかね、右側の方から行けばスルーできた気がする。チチチチ、あんなやつ相手にしてらんないんで。せっかく人間性もあるしね、いけね。発見されるかな、怖い。よし、この穴、この穴。いや、ここら辺はマジで覚えてるよ。ここも苦労したからな。なんかいるけど、こいつらはほっとこう。これ誰？一般兵だね。これは？これも一般兵だね。すげえ、サインだらけだな。みんなサイン置いてるね。で、どっかにあるはず。NPC のサインが。もうどれがどれだかわからん。これ違う。黄色？あれ、これも違うよね。あ、こいつこいつこいつでしょう。こいつこいつ。人食いミルドレッド。こいつ、召喚しよう。で、一旦毒も回復させちゃおう。いっぱいあるし。で、回復使って、あ、最悪倒せなければもうここにいっぱいサインがあるから、それでなんとかなるね。で、1万1000ソウルあるけど、負けてもすぐ回収できるし。多分来たね。クラーグでいいんだよね、こいつ。あ、炎か。竜紋章の盾の方がいいかもしんない、この場合は。おお、顔は出ないか。ただ装備を変えてる余裕があるか。よし、オッケー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 。大丈夫これって。めっちゃご利用してんだけど、やっぱ火力がないね。火力がミドルレッドどうなの。ミドルレッドはもうあれだな、また例によってソラールと一緒デコイになってくれればそれでよし。
あ、待って待って待って、これはなんか大丈夫か、なんか爆発してきた気がするんだけどな。ミルドレッド君頑張ってんね。おお、これか。あ、やばいね、これやばいね。早急ネストのもうで多分全開にしとかないと死ぬ系だ。ただミルドレッドあれ食らってなかったね。クラウドあそこに行ったんだ。おお、だからあんまり欲張りすぎるのも危険。モーションをちゃんと把握しよう。この炎入ってるときは3発狙える、まあ、4発ぐらい狙いそうだけどね。スタミナの管理があるから、まあ、それはしっかりやって。おぶね、やっぱ正面には立たないことだな。これはちょっと危険。よし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 、まだミルドレッド溶けてないよね。おお、半分くらいヒットメイトがある。よしよし、しっかりガードすればどうということはない。ミルドレッド直撃受けてるけど結構元気だね。オッケー、初見撃破。まあミルドレッドは4だけどさ、クラグのソウル、まあ、そんなには強くなかったね。ありがとうございます人食いミルドレッドさん。まあ、あいつがデコになってくれたおかげで2万ももらえるんだ、めっちゃ美味しいな。でここは金があるんで金も鳴らしちゃいましょう。さあ上に行きます。あの爆発さえね気をつけてればなんていうことはなかったね。でどうすんだっけ。とりあえず鐘を鳴らします。これであの古城が開きましたね。あの玉ねぎくんが行ったところになります。で次回は玉ねぎくんのところに行きたいんですけど、機関のコッペンがあるな。機関のコッペン使ったとしてもあそこに戻されるだけだからな。でそこの先もなんか行けた気がするんだよね。これ下とか落ちて死なないよな。普通に歩いて階段で行こう。どっかに繋がってないの。飛竜の谷を抜けていくのはちょっとだるいぞ。あ、これなんかありそうだけど読んでこう。ここだ、この先先生あり。なんかある、ちょっと待って、このさ、おお、いいね。これメッセージすげえ助かるよね。でこっちは、ちょっと待って、こっちはさもう全然無理な方向でしょ多分。いやここはデーモン隕石、いやここはないわ、デーモン隕石はない。キッチンをヒートもしとく。デーモン隕石は無理なんでさすがに順番が違うと思う。でデーモン遺跡って何しに行くんだっけ。まあいいや、とりあえず空いたところちゃんとね普通に行きましょう。でクラーグの住処に戻ってきて、でこいつだ、こいつはなんだっけ、奥に行きたい、話しかける。怪しいやつめ、お主何者だ、新しい従者か。
新しい従者か。イエス。卵も世話の半端者かな。くれぐれも粗相のないようにな。遅っ。火が灯ってんね。ただん、そう、なんかいたんだよね。そういえば話しかけるん。エスト瓶強化できる。よし。でもあれ、制約は交わせる、交わせねえか。話せないんだよね。あれ、交わしてる。古い制約は破棄されます。何の制約が交わされるのこれ。話す、なんか持ってないと話せないんだよな。もう忘れちゃったけど、ちょ、休息しとく。レベルアップに使ってもいいんだけど、武器も鍛えたいんだよね。でここは契約が必要。行き止まり。なるほど、契約してないといけないってことだね。じゃあかといって制約交わすかどうかってとこだよな。で、あれガチャって乗れば割とショートカットになった気もするんだけど、ただ上に行くだけ。全然全然なんでもない。あの、このままなんかガーって上に行ってくれると思ったら、そんなことなかったわ。まあいっか。ということで、じゃあ、クラークを倒しましたので、今回はこれで終了したいと思います。次回はね、さっき開いた城の中の方に行きたいと思いますので、まあ、その前にまたちょっとうろつくかな。まあうろついたらうろついたで、ちょっとダイジェスト版でまたお送りしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。